皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南美容クリニック AGA 新宿院院長のドクター笠井です。はい、皆さん今日はですね、遠隔診療、スマートフォンですね、スマートフォンを用いた遠隔診療、こうやってですね、見ながらテレビ電話で診察が受けられる、そして、自宅にですね、問題がなければお薬を郵送できるという遠隔診療の風景ですね、実際どんな感じなのか、まあ、この症例、簡単な症例で全く問題ないので、今まで続けていたお薬を送ってほしいということなんですね。遠隔診療は、初診は、厚生労働省の、指針でダメなんです。最新からです。特に、問題がない方で薬を続けていきたいという方は、ぜひ利用してみたらいいと思いますので、ちょっと見てみてください。はい、お待たせしました。聞こえますか？はい、見えますかね？はい、私 AGA 新宿院の院長の笠井と言います。今回、アイメッドの方で遠隔診療ということですけど、8月から町田院の方でお薬を、3種類飲んでいただいてますかね。あ、9月からですね、分かりました。飲んでいただいてどうですか？あ、ちょっと良くなってる感じです。はい、わかりました。逆に困ったこととか副作用とかご心配なことありましたか？ないですか？はい、それでは同じものを、処方させていただきますが、何か他にご心配なことを聞いておきたいことは大丈夫ですか？はい、はい、あ、そうですか。あ、飲んでもいいですけど、そんな無理しないでください。大丈夫です。これは髪の毛というのは命に関わることではないので、ご自身の反応を見ながらですね、特に女性の方の場合ははげてしまう、もうツルツルになるとは違うので、うまくこう症状に合わせてコントロールしても大丈夫ですので、はい、あんまり増やすのはやめていただきたいんですけど、減らす分にはですね、そんなに大丈夫です。ちょっと1日飲み合わせれない方がいいのはいいんですけど、大体半年ぐらいすると写真で見ても効果を実感する方が多いので、もしよろしければ一度来ていただいて、お時間があるとき見てみましょうね。はい、で今回は薬の方を郵送させていただきますので、もう少しお待ちくださいね。はい、今カウンターに変わります。はい、どうですかね、遠隔診療、見ていただいたでしょうか？例えば遠方にお住まいの方でお薬を飲んでいて、肺はですね、このところが良くならないので植毛したいという方なんかもですね、ぜひまずはこの遠隔診療で診察していただいて、で実際に来ていただいてもその場で手術するということも可能ですので、ワンデー植毛というのがありますので、よかったら、ホームページ見てみてください。神の神チャンネル、チャンネル登録お願いします。